にちは、コバシャルです。ちょっと間が空きましたが、コバシャルチャンネルも今日はここはですね、群馬県の、老舗、インド料理屋さん、モティさんに来てます。モティのですね、そのオーナーでいらっしゃる、コウタロウさんがですね、お客さんで来てくれてたもんですから、で、うちのですね、いろんな、ロゴソロンだとか EM だとかを、利用していただいていましてですね、はい、今日は、関東に来る勢いで、群馬まで来ちゃいまして、お世話になってます。こういうところありがとうございます。本当になんかこれ対談形式っぽいな。あのね、本当、美味しくて、一回ね、うちに、ここのカレーを、冷凍で届けてもらったんですよ。それしたらね、その南インドカレーっていうこの、スタイルのものが、まあ、あんまり食べたことがない味だったんですけど、それがとても美味しくてですね、まあ、一度行きたいなと思って、はい、今日は来ました。本当に嬉しいっす。小林さんに来てもらえたら本当に嬉しいっすって感じです。はい、はい、一般的に、まあ、僕も普段行っているインド料理屋さんっていうのが、北インド料理なんですよね。はい、大体日本はそうですね。だからもう、どっちかというとトルコ料理というようなスタイルで、まあ、日本人の、ね、口に合うんだと思うんですけど、南インドのスタイルはちょっと違ってですね、これが、まあ、我々ビーガンにとっても、とても嬉しいような内容でですね、はい、ちょっと食べたことない、少し癖があるんだけど、なんかね、病みつきになる感じで、はい、やっぱね、この本物は、ね、老舗は違うなと思うんですけども、はいはい、ありがとうございます。今日はちょっと僕も見たこともない、はいはい、これグルメリポートみたいになってますけど、インドっていうのはナンが有名じゃないですか。ナン、うん、これはインドで実際ナンよりももっと食べられてるチャパティっていう、これ小麦粉と塩と水だけなんですけど、これパンと、あとこれが面白いですね、イドゥリーっていう、これ米と豆を発酵させた、石臼でひいてそれを発酵させた蒸しパンなんですよね。でこれを食べ方はこうちぎっていただいて、はい、ちょっともうもちもちねっとりしてるんですけど、すごい。でこれをこのココナッツのソースにつけて、その後にカレーにつけます。こっちに出た。でそれを食べて、いただきます。はい、うん、おいしい。なんか、あ、おいしい。米だ。お餅みたいな。で、こっちは普通にもう、なんと一緒で、ついていただいて、こう、カレーにつけて召し上がっていただく。まあね、普通の、ね、テレビ出てるグルメリポーターみたいな反応は、難しいんですけど、はい、こんなのは作ってますよっていうことで、うん、これインドのインドです。インドの軽食、朝ごはんのような、はい、朝ごはん的な、はい、どっちかとこれがインドでは馴染みのある感じですね。そうですね。皿がまた可愛いですね。皿の上に乗ってる感じで、はい、実際のバナナの葉っぱを本物をこう置いてやることもあります。うん、そっか、バナナの葉っぱも EM の袋に入れてれば長持ちしますよね。と僕バナナの葉っぱ生は多分すぐ傷んでっちゃうんで、うん、早く使わないといけないんで、こういう作り物のですけど、うんうんうん、多分 EM の袋の中に入れてたらそう、コウタロウさんですね、 EM にもうどっぷりハマってくれまして、どっぷりハマってますね。もうすごい使ってくれてるんですよね。昨日は大太郎さんの家に泊めてもらったんですけど、もう冷蔵庫の中、もうここはエンバランスの塊かぐらい、エンバランスだけでですね、もう本当いいね、いいですね。これ美味しいな。ありがとうございます。うん、なんか食べたことない味なのに美味しい。なんか南インドの食事って優しいんですよね。なんかこう、うんうん、油とかはあんま使わないのと、うん、うん、そうですね、お肉も基本的に食べないので、もう菜食なんで、もうインドは。なんかすごく、
食べた後に爽やかとか、卵をぐったりしない、もったりしないとか。これ美味しい。これなんて名前なんですか。イドリー。イドリー。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。これ食べられるところは本当に南インド料理の専門の店じゃないと食べられないと思うんですね。昨日もね、ドゥーサ、はい、ドゥーサ、ちょっと変わったあの発酵した、はい、これは米と豆の、そうです、はい、同じ生地なんですよ。これで、はい、これはそれを型に入れて蒸してパンにするんですけど、昨日のは鉄板で広げてクレープにしてます。これ美味しいな。名前何でしたっけ？イドリー。イドリー覚えられない。チャパティ。チャパティ。でサンバルとココナッツのチャツ。このサンバルが美味しいですね。ね、これはあのインドでは味噌汁的な立ち位置みたいですよ。必ずカレーにサンバル。近所にこういうとこ欲しい。たまにビーガンの方、やっぱり予約でお客様予約されてくるんですけど、南インド料理ですね、食べられるのか。安心して食べれます、ね。普段、まあ、ビーガンだと割かし行くんですよね、インド料理屋に。そうすると、そこのカレーのこと大体分かってるから、最後にちょっと生クリームとかかかるじゃないですか。はい。ああいうの全部省いて、はい、もう細かく指示して。あの、ラーメン、大体卵が入ってるから、最近はもう米にしてもらってるし、ね、なかなかこう、気を使うんですけど、安心です。多分これ、今、動画の入ってる。みんなの声が相当入ってるんじゃないかなっていう気が。あ、でもね、マイクついてるから大丈夫だと思うんだけど。ブルーベリーポートの経験がなくて。いやー、でも本当に小林さんがこの場にいるっていうのがなんか僕にはすごく信じられないような光景だなと思ったり、なんかすごいありがたいありがたいっていう。僕もあんまり、あの、お客さんの家にね、泊めてもらうってことはあんまりやったことがないんだけど、なんとなく、いやー、まあ、この東京に来る機会を利用しない手はないなと思って、カレーを食べに行くために、こう、群馬まで行こうっていう、ね、気合いまでちょっとなかったので、ついでにしちゃいました。いやー、本当に、心地よかったです。コボスタイルさんが家に、アパートにいるっていうだけで、なんか心地いい空間でした。本当に。この大田市、群馬県の大田市はね、とても住みよい感じの町です。皆さんぜひ、はい、ね、ここ面白くてね、お店にあのロゴストローの角土が置いてあります。ここにも置いてあるんですよ、様子見に。店の様子見に置いてあります。はい、少々お待ちください。 EM もシュッシュと巻かれてます。巻きまくってますね。お掃除系も EM 使っちゃってます。素晴らしい。あの植物とかも、観葉植物もあの EM をシュ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 かけてやってます。あの加湿器なんかもね、ちょっと入れたりすると、あ、ね、いいですね。そうですよね、加湿器も、いや、もう EM インドカレー、ぜひ皆さん。EM インドカレー、はい、はい、じゃあ、さらに孝太郎さんはですね、面白くてあのスペインギター、はい、スペインギターの、ね、奏者なんですよ。スペインギター、ね、これをあの昨日も弾いてもらって、はい、ちょっと弾き方がね、高等な弾き方なので、なかなか難しいジャンルだと思うんですけど、これがスペインの、スペインのなんかコントロール、コントロールじゃない、コンクール、コンクール、あ、はい、スペインギターコンクール、スペインギターコンクールで、はい、上位に入賞されて初出場で、ね、初出場、はい、はい、そんなお手前の持ち主なので、ぜひ、普段はろくに仕事もせずにギターばか弾いてるというずっとギター弾いて、もう毎日ギターだけ弾いて過ごしたいなと思ったりしますね。ぜひ捕まえて、あの、弾いてもらってください。じゃあ、その1曲、あ、はい、ですね、じゃあ1曲、あの、ちょっとスペインの、その中も食べてます、はい。
ができるのスペースがあって、ピアノもあるんですよね。あります。いろんなその音楽イベントだとか、そういった、料理を絡めてですね。ぜひ群馬県太田市のモティに。なんかうちの宣伝みたいなコマーシャル番組みたいになっちゃってますけど。いや美味しい。本当に恐縮です。いやこれこのなんか食感僕好き。綺麗だな。もちもちです、ね。うん、インド人大好きみたいです。やっぱりインドでも。例えばね、菜食主義の方が多いですね。もともとね、はい。最近はでもトルコ料理に押されて、そうですね。だいぶ減ってきた感がありますが。インド料理屋さんに行けば、僕はあのだいたいね、あのビーガン料理にありつくことができるので、ありがたいです。もくもくと食べちゃう。本当に小林アルさん、8月ですよね、どっと小林さん、うん、8月の新月アセンションの会ですね。そう、あの時にそういろいろ紹介していただいたロゴストロンのものを買って、それでコンクール挑んで、コンクールの楽屋とかで握ってたりしたんですね。気持ちが落ち着きました。それもあるんじゃないかなっていう気が、本当にすごい上がりそうなんですよ、実際に。なんかその日はやっぱり落ち着きました。あの小太郎さんがこうロゴストロのね、ニギっていう、こう払う専門の機械があって、ちょっとお高いんだけど、それをこう購入してくれて、そのコンクールの前にそれを握って、ちゃんと気持ちを押し付けて、ね、臨んでいただいて、そのおかげなのか、まあ、どうなのか分からないですけど、ね、はい、実力を発揮されて、素晴らしい成績で、おめでとうございます。ありがとうございます。あの生音の、はい、ギターの上に食べに来てください。ぜひ。マジです。で、なんか本当になんか宣伝みたいなコマーシャルみたいになっちゃってますけど。また12月の18日に、名古屋で忘年会やります。11月3日そうだなって、大谷来た際はうちの店にこう寄って、大谷行くならここに行こうっていう、はい、そういうお店にできたらなと思っています。これも創業30年30年ぐらいですね。はい、30年もう30年の歴史あるインドカレー屋さんです、はい、ちゃんと南インドカレー、そのスタイルにもちゃんと対応しております。はい、ちょっと長くなっちゃった。はい、そんな感じで、はい